ロザリア・アリーンとリリア・アリーン、このカカリア孤児院で育った謎の双子はネゲントロピーの新世代の中でも屈指の戦闘力を持っているよ。未知なる技術によって改造を受け、帝王型崩壊獣に匹敵するほどの力を手に入れた双子だけど、この世界は力だけで渡り合えるほど甘くないということを二人はよく知っているようだね。戦いを重ねるたびに自分たちなりに世界を救う方法を考え続け、ついにたどり着いた答え、それがアイドルになって世界中を笑顔にすることだ。ロザリアとリリアが同じチームにいると、一部の技が連携攻撃になって強化されるよ。後ろは任せたわ、リリア。ロザリアが戦闘中瀕死になった時、リリアは姉を助けるためフィールドに現れ、大量の HP を回復してくれるよ。虚弱状態や時空減速状態の敵を痛めつけるのが大好きなようで、そういった敵にはより多くのダメージを与えられるよ。コンボ数が一定以上になるとロザリアが与えるダメージも上昇するんだ。チャージ攻撃、フララ攻撃がロザリアのメインとなる攻撃方法だよ。攻撃ボタン長押しで旋風山を発動し、周囲の敵に物理ダメージを与えよう。この旋風山は数秒続いて、時間が経つにつれて徐々に斬撃の威力が増していくんだけど、回しすぎるとロザリアが加熱状態になって、その間は旋風山を使うことができなくなってしまうから注意が必要だよ。リリアがチームにいれば、斬撃終了時に攻撃ボタンを押すことで強力なタック攻撃が発動し、大きなダメージを与えることができると。さらにさらに、連携攻撃は加熱状態の時間を短縮し、2人の EP を回復する効果まで持っていると。リリアのチャージ攻撃は瞬身好きだ。空中へジャンプし、指定したエリアへ強力な打撃を行うぞ。これにより大きな物理ダメージを与えつつ、敵を浮遊状態にすることが可能だよ。ロザリアの QTE ロケット頭突きは虚弱状態もしくはシールド破壊の時に発動できるよ。命中したエリアにいる敵をスタン状態にして物理ダメージを与えると同時に敵を引き寄せる効果がある。リリアの QTE は仲間を守る援護打撃だ。発動するとフィールド上の敵を攻撃し、周囲に物理ダメージを与えるぞ。チームメンバーが攻撃を受け、もしくは敵が浮遊状態の時に発動できるから覚えておこう。しかもロザリアがチームにいる場合、ロザリアの HP を少量回復してくれる効果付きだ。ロザリアは息でエネルギーシールドを展開し、周囲の敵を数秒間束縛状態にすることができるよ。さらにこの回避技を強化すると、エネルギーシールド展開時にロザリアの回心率まで大幅に上昇するんだ。リリアの回避はその場にエネルギーフィールドを生成するものだ。エネルギーフィールド内の敵を引き寄せて物理ダメージを与えることができるよ。ここでウォッカガールズには決めポーズで会場を盛り上げてもらおう。スーパースパイ！ロザリアは目の前の敵に強力な斬撃を行い、大きな物理ダメージを与えてくれるよ。ウォッカーレイ！加えてリリアがチームにいる時は姉妹で華麗な連携斬撃を繰り出すんだ。連携時は斬撃ダメージが大幅に上昇し、同時にリリアの EP まで回復するよ。リリアの必殺技は防御姿勢になった後、周囲に突進斬撃を行い物理ダメージを与えて虚弱状態にするものだよ。この防御姿勢になった瞬間に攻撃を受けると、より一層強力な突進斬撃で反撃し、さらには時空断裂まで発動するんだ。同時に必殺技のクールタイムも大幅に短縮するぞ。ウォッカガールズの初公演にてお披露目会だよ。リリアで有利な場所を確保し、瞬身好きで敵のシールドを削ろう。必殺技を発動し、斬撃と同時に虚弱状態にするんだ。ここでロケット頭突きでロザリアが戦場へ吸収。フララ旋風で邪魔な奴らを片付けよう。クライマックスは華麗な必殺技でとどめを刺そう。パーフェクトな幕引きだね。観客の皆さん、新しいスターの誕生にどうぞ拍手と歓声を。優秀なヴァルキリーは戦闘だけが取り柄じゃない。舞台で青春と情熱を謳歌してこそ世界救済に至るベストアンサーなのだ。